本日紹介するのはこちらのイタリアンカーフレザーを使った iPhone を収納するポーチです。上質なレザーを使ったポーチで、とても高級感があります。色もすごく綺麗ですね。触り心地も革という感じがします。しっかりした作りなので、なんか耐久性にも優れていて、長く使えそうな感じがしますね。結構ぴったり、こんな感じで iPhone を収納できました。このように iPhone が全く見えなくて、全体をしっかり覆ってくれるので、画面を傷つけたり、背面を傷つけたりということが心配いりません。 iPhone を裸で持ちたいけど落としたりして傷がつくのが心配だなという方は、とてもおすすめのアクセサリーです。そして、このポーチはですね、一つ秘密がありまして、この口の部分にこのように爪がついてるんですね。こういう、これがスタンドになるんですよ。では実際に使ってみましょう。この口の部分を開くと、このように爪がついてますね。で、ここに iPhone を引っ掛けます。ポーチをスタンドとして使うことができるんですね。で、横だけではなくて、このように縦にして立てることもできます。後ろはこんな風に口の部分が背もたれになって iPhone を支えてくれてるんですね。イタリアンレザーを使った iPhone のポーチ、長く使っていると味が出て、いいケースになるのではないでしょうか。気になった方はぜひチェックしてみてください。ないとき、あれ鍵どこ行った？ないな、鍵ないな。あるとき